ほう、プライレイでの自走予定東京大賞点か。なお出る馬外掛けとの再戦はお預けの模様。なんかそんな気はしてた。距離持つ？ホープフル勝ったし2000は射程内や。おう、そのホープフルステークスのババアを言ってみろ。しゃあけど、ダートより苦手な芝で持つなら、しかし、うむ。踏み荒らされた中山の芝やほぼダート。ミックファイアとの世代戦やるのか楽しみ。ムル様って乗れるんか？この歌詞で距離が持つか持たないかの歌詞も釣られるやろ。短期免許が30日までだからギリギリやね。やるんだな、ダートで。ムル様チケット期限内に使い倒さないといけないからな。やる気スイッチが使えるうち。東大席申し込んだけど外掛けやっぱり出ないかー、とテンション下がってたところにエレイできてにっこりした。もうコンビやな。東大走った後の想定が、サウジカップと中山記念のようにらみ、になりそうな馬第一位。ムル様最終日だっけ？ JBC 時の大井はクソタフなババだったから。平坦でも2000メートルはギリギリか。年内で一区切り。そこから今年の春よろしく3月あたりまで滞在予定だったはず。こんな奴が車台に入る恐れのあるブラメンテ3区有力ってマジ？まあ走りそうとは思ったが、疲れ大丈夫か？ JBC パスしたのは東大との連戦視野に入れてたんかね。よっしゃ単勝10万円買うか。ムル様なら買う損だけだ。一応ムル様の滞在期間ではあるんだっけ、戦略さえなければ逃がすはずはないと思うが。おとなしくダートに専念してくれ、そして来年サウジでトカゲにリベンジしろ。年内なんそうしてんのよこの子。 UAE ダービー、ダービー、宝塚、セントライト、チャンピオンカップだから今年6戦目。6戦、これ6戦目扱いでいいのかな、ダービーを見ながら。まあ記録上は残らないけど、ブライレイで本人は最後まで走っているから。海外遠征含めてこれとかすげえなこいつ。プラダリアで決まってなかったら有馬乗り込んでたかもと思うと助かった。ミック、キングズソード、ブライレイでと先行馬揃ってるな。今の前天国の大井はプラスだろうな、十分やれそう。元気な馬だな。ブラメンテ3区はあんま丈夫なイメージないのにこいつだけ色々と例外すぎないか？母父がね。ブラちゃんチャンピオンズカップで副賞当たって喜んでる俺見て北斎園でそうだから嫌い。やっぱ好き。こいつ何気にタフなババは初？ドバイはタフとは違うのか？あんまりそこら辺詳しくないが。時計かかる系ではないからまた違う気がする。ムルザバエフ騎乗であの人気で変えたのは多分チャンピオンズが最後だろうな。おいってまだ差し死亡の逃げ先行天国なの？時計かかる系ではないからまた違う気がする。今はマシになってるというか入れ替えた直後なのに散水したせいで、ありえないほど逃げ先行有利になってしまったのが、今年の JBC。この前の重賞は後ろからの馬が勝ってた。こいつめっちゃタフだな。やっぱり母父にオルフェ入ったことでスタミナが補強されてるんか。初差の多いはミックファイアやウシュバテソーロも初だし、結構いい勝負したりするのでは？と思う。砂代わりは絶対プラスだと思う。プライレイでの今年の内訳、芝三走砂三走本当に三歳馬？ムルザバエフ多いはずだろうけど中京に適応したぐらいだから心配いらないか？初来日でいきなり東海ステークスやホープフルステークス買っていくのは控えめに言ってやばかったな。しかも精彩点も少ないときた。初出し勝つわけねえと思ったんだが勝ったからなあやでパわからんはホープフル勝ったの。途中まではノリさんが勝つかと思ったらあれ見せられたからね。世界広いわ、と痛感。ホープフルは中山使い詰めの最後の最後だから芝が荒れ果ててるから実力差がないとダート適正。ある馬でも走れるって感じなのかとタイムフライヤーしかり。あいつはタイムパラドックスが謹慎にいる血統だしね。トースポハイで一頭だけ先行して垂れなかったから中山になったらワンチャンあるぞって思ってたら、本当に勝っててクソ笑ったワンチャンあるぞでちゃんと構想するのが面白すぎる。そうかムル様の最終日かそれまでにやろうとした結果ここだわな。もう一年ホープフル出ろ。キングズソードは手強いと思うけど、東京大賞典の時期はモレイラは帰国、外掛け不出走になった。ルメールにチェンジなので勝機がゼロってわけでもない。ルメールは有馬の後は冬眠してるからな。初差だとやや重になるかぐらいの湿り具合が時計かかって、重になってやっと高速化だっけか。東大の時期は凍結防止剤巻いてるぐらいだしさすがに散水はしないと思いたい。ムル様乗ったら四角あたりでいっぱいいっぱいのようでなぜか垂れそうで垂れない不思議。無知にくっそ厳しいドイツ競馬を拠点にしてるだけあって腕で足を保たせる技術がすごいわ。中山天の力場で仕掛けところ完璧に理解してたり、
中京ダートの位置カクカクと理解しててスタートをあえて外に膨らんで後続を内に潜り込ませなかったり、日本の競馬場いきなり理解してるのがやばいよムル様。伊達に無知に厳しいドイツでリーディング取ってない恐ろしいお方やで。冬の中山は洋芝オンリーで重いからなパワーが必要。ミックファイアとも戦うからこいつが3歳ダートの物差しになる可能性あるのか。キングズソードルメールか、ダート、地方、年末の30組どう対応するのか。紐はともかく頭は怖すぎる。牛馬？エレイデの馬単に1万円かけるわ。俺は500円にしておこ。ムル様が日本にいるうちに失踪したろ、の精神。ムルエレで年末にまた暴れようぜ。後輩等のサンタさんもしくはお年玉それがムルエレなんです。もうバレてるから全然美味しくないと思われる経験値多すぎてまだ3歳とか信じられないわね。4番人気くらいになりそう。しれっと2着ぐらいになって来年用の賞金稼いでフィニッシュかな。今年のクソローテ王を信じろ。そんなこと言ってたらなんか変なアクシデント発生するのがブライレイデなんやけどな。キングズソード川田春に勝たせてたのに川田じゃないの？牛馬ここ使う？クラウンプライド出てきたら可能性も多少はあるけどまあ川田でしょ。いきなり腹になったら笑うが。ブライレイデ、みんなからエレイデされるのが好きエレ。褒めてほしいエレ。粘り強くてどこでも真面目に走るエレイデを褒めようぜ。故障しない。これほんま大事。オルフェジーちゃんサンクス。真面目にどこでも走る。ママの繁殖価値をめちゃくちゃ高めてる。ママに親孝行できてるのほんまエレイデ。チャンピオンズカップでかからず先行できたのエレイデ。先行できること。ほんでたまに差し返すのエレイデ。芝でも強い馬なのか。特に昨日はムル様の言うことをちゃんと聞いて馬券内に来れたのでらエレイデ。2歳芝 G1 馬でコバダート G1 に3歳で馬券内。芝 G1 勝ってる上でダートコバ戦を3歳で馬券内はやっぱ意味わからんなこいつ。何かとお金がかかる年末にちょっと多めのお小遣いくれるのでらエレイデ。いろんなところ連れて行かれてもやる気なくさず走るのエレイデ。エレイデ旅行好き説。二代目パンサラッサを襲名するのか。前目につけつつ最後の粘りも効くのでらエレイデ。国内のダートでも海外のダートでも適応できるとこ。国内ダート2戦目で馬券内に粘るのエレイデ。ママの価値も高めたし母父として有用でじいちゃんの価値も上げたのでらエレイデ。母父オルフェって故障しにくいの？母数が少ないからあれだけどエレイデもダービーずっこけてもピンピンしてたしエコロレジーナも連投しまくっても元気だし今のところ大きな故障はせんね。ブライレイデ以外にエコロレジーナ、2歳はコラソンビート、七尾とか数が少ないからなんともだけどいい感じに成長に期待したい。プラメンテ3区の中では頑丈な方だしオルフェの強さが活かされてるのではって言われてる。どちらにしろ健康なのはエレイデ。これからもたくさん食べてたくさん動いて健康に幸せに生きてくれ。こいつの諦めない走り見てると元気もらえる。落ち込んだ時レース映像見ると頑張ろうと思えるんだよ。戦績だけじゃなくてファンを元気にさせるのエレイデ。ケインズを抑え続けた根性。離れた外から抜かれるのは仕方ないとして近いうちから来る馬に抜かせなかったのは偉すぎ。芝でもダートでも構想するところほんま偉い。自分の購入費分も稼いだこと。食いしん坊だけどその分運動して筋肉つけられるの超可愛い視聴エレイデ。ムルザバエフというジョッキーの知名度を上げた先行すると普通に王道の強さを発揮してくれる。初子なのに体が大きいところどえらいエレイデってこと。何弁だよそれ。あ、プラ弁って？名古屋弁。中京、愛知のチャンピオンズカップで馬券内滑り込むってちゃんとサイン回収しててでらエレイデ。まだ3歳だったのってなる経歴。俺よりメンタルが強いところエレイデ。もうすでにそこらのコバより固有失踪経歴で特に異常が見られたという報告がない。ファンが多くてファンの期待に応えるところエレイデ大好きやで。エレイデ性格可愛いのに顔がイケメン素晴らしい。めちゃ可愛いが。うおー可愛いんをイケメンで可愛い。芝もダートも走れる最高最強偉い偉すぎる。ダービーの時1回トースポハイでしか走ったことのない府中の帰り道覚えてたしもうすでに中京の帰り道も覚えてそう笑い賢いのエレイデ。失踪予定が出るだけで楽しませてくれるとこ。どんなローテでどんなレースでも一生懸命走ってくれることがもうでらエレイけど個人的にはホープフルも今回のチャンピオンズカップも馬券買ってたのでさらに嬉しくなったでらエレイデ。エレイデかエレイデで迷った時に偉い方が正解なこと。ポジティブ精神あふれるええ名前や。お前らのせいでデラエレイデで覚えたわ。